マジでリアルガチすっぴんやからちょっとリップだけ塗る寝てたさっき寝起きですうま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 寝てた寝起きだこんばんは鍋鍋ちゃんギフトありがとうございますお花お花お花先生寝起きで 眠い今日の髪型好きわーいおはようございますおはようおはようだねえっとねー今日はあブログ上がったのを見ていただけましたなんかね結構遅い時間に上がっちゃって申し訳ないです本当におちてんさんハートありがとうございますハートブログ50ってた あそうなんですよあのイズリンさんの名前をね本当に申し訳ないですおちてんさんありがとうございますハートそうなんですよなんかブログ書いた時に充電がその電車に乗ってて充電が1ぱいしかなかったんですよだからあやばいと思って間に合わんと思ってですね藤さんかわい,い子してかわ F やんかわいふやんありがとうございますなんかそう充電がなくてうわやべえと思って急いで書いたらマジなんかああなりました本当にごめんなさい公園で見るのぞ雰囲気違うねあと寝起きだからですかね教授さんありがとうございますピヨピヨ AG さんお花ありがとうございます本当に今日はやばいわが顔が <laughs> 本当に申し訳ないナイアンリップ塗ったさっき塗りました私が使ってるリップはどっか行きましたねどこ行ったさっき塗ったのさっき塗ったあ,あったわこれです待って待って可愛いこ子して可愛いふやん D さんありがとうございます可愛い,いふやんタイガーマスクさんお花ありがとうございます自分のこと7って言うんだそうだね 7って言いますだから「やめないとな」って思ってるんですよやめなないとっって思って思るけどなんかやっぱ癖で「7って言っちゃうね最近昨日最前のダアイアンに釣られたおーええやん斉藤さんめっちゃ可愛いい愛いい子して可愛い可愛いフンやありがとうございますまさにャんさんもお花ありがとうございますわいピアス開けてるん開けてます 元から空いてましたね。これは SK に入る前から空いてました。七指好き好きをそれは嬉しいですね。リナティさん、リナティじちゃんリナティさんじゃないわ。リナティのおもちゃさんは、お花ありがとうございます。ベーコンポテトパイ買ってきた。ええー、やん、明日食べようかな。いやーでも明日はダメだな。明日は無理だな。うーん。 いつか食べに行きます七っていうと候補生の大瀬そうなんですよ7番が大瀬七番だって候補生の時のあだ名は7番でしたね大瀬こんばんはこんばんは明らかに早田さんいるじゃないですか見ましたよさっきさやかちゃんの配信で。 眠い思考が回らん竹内さんのオーディションの時のショールームは9番でしたねまさねやさんアイスありがとうございますアイスあだ名バンちゃん認めてないよそのあだ名バン <laughs> ちゃんは本当に認めてないマジで本当にいやバンちゃんはねダメだよ まあ本当にネタにできないそれは本当に余裕のないゆうちゃんさんハートありがとうございますイエーイ本当にあの時はマジでいやあの時は落ちたと思ったねもう最終に行く前に <laughs> バーしまくってたのいやそうでもないですよまあいい配信しかしてなかったのでね私は。 自分で番拡散してって言ってなかったって言ってないですよ言ってない多分懐かしいですね候補生はあまあ教授さん尊い尊いありがとうございます教授さんなんか覚えてるな教授さんはあれかな sk イメールの返信ですかねヘドバ <laughs> ハヤトさんはあれですか？ヘドバンしますか？9番バ,バンは拡散希望だったはず。いやじゃあハッシュタグが思い浮かばんくてあれじゃん。9番バ,バンになったんじゃん。いやみんなんかね誰かがわ私の候補生時代の時のハッシュタグが9番バ,バンだってでそうだからなんか。 ね <laughs> 懐かしいねバン時代本当に「リナチンのおもちゃさんをかわいい子してかわいふフエンありがとうございます」ね「何かっこいいねおありがとうございますかっこいいわ <laughs> そうですねバンはもうネタですねいい思い出ですよかったです受かって本当にいや受かんないと思ってたんよ じゃ,マジでじゃあオーディションの話をしようよ今日はね <laughs> モッシュヘッド版ええやん好きやでモッシュヘッド版私もよく知ってましたね何にしかギフト投げてまへんそれはうそやな候補生自体知らなくてすみませんいや知らない方が多い候補生私は顔出ししてなかったので 絶対多分みんみなな知らないね候補生の時は <laughs> それはおらもう受からんと思ってたびっくりしたやろあのなんだっけ合格配信した時 <laughs> 本当ほんとにやばいねすごいねじゃあ私の隣が8番のさやかちゃんだってその二次審査の時からさやかちゃんを私知ってたんですけどなんか さやかちゃんは絶対受かるだろうなって思ってたんですよ。あれスマホがない。まあいいや。あこへたんお花ありがとうございます。でなんかさやかちゃんは本当に受かると思っててその最終審査の時にさやかちゃんと一緒に写真を撮ったんですよなんか。 いや受かると思ってたから撮りたいなと思って撮ったら一緒に受かってびっくりした8番って呼ばれた時うわやっぱさやかちゃんそれ呼ばれるよなと思ってたんだけどその後に9番も呼ばれてあみたいなあ受かるんだみたいな嬉しかったですねで,すでも多分私はなんだろう 顔とかこういうので受かったんじゃなくて最終審査の時に何だろう私楽曲カラオケ審査何だっけ歌唱審査だってなんかねもともと曲を選択してそれを送るんですけど当日になったら私の曲がなかったらしくてですね途中で審査の途中で一回退出して。 なんか違う曲にしてくださいって言われてそうなんですよで急遽本当に違う曲を選択してですねで本当に松井ジュリ奈さんみたいにまあ最後ではないんですけど次のグループにポンって入ってみたいな感じですごいね <laughs> そうです樹里ナさんまでとはいかないんですけどね最後じゃないので「栄治さんいつもありがとうございますハート。 受かった時のリアクションを再現して、私受からないと思ってたからすごいカメラに映るのが嫌で <laughs> ずっと下を向いてたんですよ。受かりなんか本当に映いたくなかった。こうやって下向いて下向いて9番って終えてえみたいなはいみたいな感じです。あ <laughs> きらかねはいたさんありがとうございました。バイバイ。 えさんハートありがとうございます。りとくん、あれ、お花ありがとうございます。さやかちゃんの第一印象は、さやかちゃんは可愛いと思いました。普通に。あっ、分かるなって思った、本当にあの本当にすごい優しいし、一緒に喋ってて。ハマのやつは、だるまありがとうございます、だるま。すごい そう優しくてかほなと思って本当に何かねいや浮かんないと思ってたからずっとカメラを避けてたんですよ画質超いいね今日今日いいのちょっと恥ずかしいな化粧してる時によくなってて欲しかった <laughs> 本当にだからすごいねなんか待機中もずっとカメラが回っててもうどうしても,うもうなんかカメラがもともと苦手だから。 ついたくなかったから、なんか。もうこうやって伏せてて。そうですね。いつも可愛いよ、それはない。本当にそれはない。すっぴんだこれなら、いや、リップは塗りました。結びの一番で、ちょっとやってたよね。そうなんですよね。見ましたよ。さやかちゃん写ってましたね。 <laughs> カメラ NG いや本当にね苦手なんだよ緊張するん緊張するっていうかなんだろうねなんだろうなんだろうねあ教授さんありがとうございます可愛い,い子して可愛いフェイエーイ2回目かなんとメール何通来るか楽しみマジかそれ言うかよしじゃあ今日も3 3 メールを送りましょう。いや待って。今日はね。みんなからね。自撮りはしたくないのに2に,にしましょう。2号さん、桜ありがとうございます。桜みんなで食べた。かずなりさんお花ありがとうございます。カメラ苦手なのは写真会ではわかった。いや、本当にいや本当にあん時来てくださって皆さんに申し訳ないです。私が笑わなさすぎて。 落ちてんさんにずっと笑いって言われてましたもんね AJ さんお花ありあがとうございますすっぴんでシャメ待ってるうんじゃあ過去の私を送りましょう <laughs> この後メール送るのまだメール取ってくるからちょっと待っておっと取ってくださいよぜひありがとうございますいっちゃんさん2号さんあークマだクマだええやん何か初めて見ましたそのギフトええやん かわええええやん、越して。いいいいえやん、越して。F、F エフやん。あ、これはちょっと言えないね。<laughs> ありがとうございます。今日も5時メール楽しみにしてます。今日は5時をしません。確認します、これから。あ、本当に昨日の。なんかブログとか、本当に充電がいっぱいしかなくて。もうまじで焦ってたから。そう。本当に。 なさいマジでナタリーも笑わないねナタリーでもあれだね普通にさなんかなんだろうプライベートでは結構笑いますよ喋ってたら結構笑います <laughs> 気が向いたら変身しますあ今日見ましたよリナちんのもちさんの変身 <laughs>、ね、ナタリーめっちゃ笑うよねいやほんとに笑うんだやってナタリーは結構笑いますようまっ まさにゃんさん、うまっ、ありがとうございます。ナタリーはしゃ、まあ、シャイですね。うん、でも、結構ね、なんだろ一緒に写真会とか。ペアで、ペアっていうか、なんかやったんだけど、一緒のレーンで、結構。いい、いい、対応してますよ、ナタリーは。甘い、甘い感じかな。<laughs> ナタリー面白いですよ。結構いいですよ。ただ、でも、本人。 あそうテれ笑いだねナタリーはほんとてれ笑いをする小林がナーヤンはやばいやつって言ってたよやばいやつじゃないリナち誕生日おめでとう生誕祭公園んかなんだろうね <laughs> いい対応してますよくさん <laughs> いやナーヤンもいい対応してますよ <laughs> ナーヤンもいい対応するからぜひ来てください いなんかねでも自撮りとかはあんまり笑ってないのかなだから、ね、ナタリーいつも同じなんですよ自撮りが本んになんかねカメラあるじゃないですか口をなんだろうこんなんするんよナタリーえしないよくこの片方を口に上げるこれをいつもしてます ごさんピョ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 これラグーナの日も私ナタリが自撮りしてるとこ見てたんですよなんかこんなんしました <laughs> まだまだ青いリンゴいやだから言っていいか分からんけどナタリリンゴ食べてるとこ見たことないいや時間が合わないっていうのもあるけど なんか初めて知ったねあ好きだったんだりんごみたいな <laughs> メールは内縁だけだからおっと嬉しいでございますねそれは大西屋航空から来ましたお大西大佐はあれですね大西大佐はねたまに何を言ってるのか分からんかな <laughs> リナチーのおもちゃあ,ありがとうございますお花 いやでもなんか昨日食べたらしくてりんご私りんご苦手なんですよねえだからすごいなと思いますあっ二号さんブラボーこのギフトも初ですありがとうございますだか大沢大阪な何だろうね大阪面白い話なんか何だろうね社,なん社会人みたいな言い方をする大阪は <laughs> なん私はフルーツが苦手で女の子らしくないんですけどあんまりいちごとか食べなくてだからそうなんです女の子らしくないけど何だろうね加工したものは好きなのほらいやアップルジュースとかで飲めるんだけどいちごレとかは飲めるんだけどその本当の本物のフルーツがちょっと苦手だね あや握手しやすくて楽しかったおっとそれはもっと拡散してくださいよ嬉しいですねまた会いましょうぜひ <laughs> いやさんまず早すぎるしさなんだなんかかぶせてくるんだよなんかねなんかもこなんか ナが「こうだよね」って言ったら「あうんだからそう,そうこうだからこうだからこうだからそうなるんだよね」みたいなめっちゃかぶせてくる1個言ったら「10」をかぶせてくるみたいな大西本店すごい面白いマジで <laughs> そうなんだよ悩んハ握手早く言ってみたいお、それはしいですね。 人のいや人の話は全然聞いてるんですよ大空。でもなんか言ったこととを全部まとめるで例えばナナが「りんごおいしいね」って言ったら「うんうんそうだよね」なんか美味し「甘くてなんか赤くて塗っておいしいからこうだからこうだからおいしいんだよね」みたいな。浩 <laughs> 平さんお花ありがとうございます。わーい。 そうですよ、えー、だから応戦はすげえなーと思いますけどね <laughs> そうですよえっ、ー、吸生は本当に面白い子ばっかで本当にいや吸気でよかったねマジで解説がすごいそうですよ MC とか多分見てる人はわかると思うんですけど青春ガーリズのまとめるんですよね <laughs> とにかく喋ってそうなんですよあ、A.G さん音符ありがとうございます音符音符のモバメは長いんですか <laughs> 見たことないんですけどブログは音符だけはちょっと見れないねナーヤンって子が面白かったそうなんですよ私もナーヤンって子が面白いなと思ってなんかすごいじゃないですかナーヤン ね私もナイアン好きですよ。りなちゃんのおもちゃさんパチパチパチありがとうございます。はーいそうでもないんだとりあえず22時20分あ,ありがとうあと5分やってダンジョン読んで終わりましょうおも、<laughs> なんだ急遽ょはほんに面白いねナイアンってこの場面の5時多いよ。 確認しますこれから。<laughs> あ、ほらみんなやっぱあヤか、ね、ちゃんのさ何だっけ「化粧のこだわりありますか?」のさ教えてないアンネスあるじゃんじゃあ,あれ回答本当にしたいんだけど私全部こだわりがあってファンデーションも、ね、全部こだわりがあるから。 これ書いたら長ほんと思って、ね、やめた本当にいつかね、化粧のこだわりをね、言えたらいいね。あれしたい、お化粧配信をしたいな。もうすっぴんさらしたから。よくない今日ギフト多くね。おそうですかありがとうございます。皆さん、ほんとに嬉しみが深い願いさんですね。深い願いさんとタピオカに行きたい。 僕のお勧めなんやんって言うんですけど知ってますか？あー知ってますよ。私も大好きです。教授さんありがとうございます。馬馬 <laughs> メイク配信をします。メイク配信はいつかします。したいね。本当にやばいマジで。じゃあ明日しようかな。待って明日する？いや本当興味あるでもみんななくない？<laughs> 興味ないでしょ。タケちゃん並びちゃってどんな子ですか。超面白い SK4T と旧規制ですね。メイク落とし配信もしていやこれ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 三十分で終わります終わらない。嘘ギリギリ三十分ぐらいかな。<laughs> そんなことあるよ絶対ないじゃん。いや本当私女の子のファンがね全然いないセクシだし。 竹内は本当に女の子ファンがマジでいないねなんやヘドバンうまいらしいよなんで知ってんのうんなんで知ってんの言ってないそれは公表してないよ私おにごさんタコありがとうございますタコ女子だから気になるマジか明日は女の子ですね女装して通いますコウヘイタンの女装えぐいくない <laughs> 結構だコウヘイタンって男の子っぽい顔してるじゃん すごいね待ってもう五分じゃない女子にモテそうな関連するけどねそうなんや。第一印象はねあんまり良くないですよねおちてんさん馬、まありがとうございます馬、ま、言うて化粧して変身するほど変わらないにもいや変わるって私だってねそのなんだろうココナとか一緒にホテルとかですっぴんで会うんですけどアイドル なんかアイドルの顔してないって言われる <laughs> えなんやアイドルの顔じゃないっつってで化粧し始めたら「あアイドルの顔だ」とか言ってくるんですよね <laughs> メイクで30分かかるの私遅いんですよね化粧するのがかかります化粧したらまず眉毛が現れる私もともと眉毛ありますよ24分あ読みましょうかそろそろ <laughs> いや本当にいや変わるんですよ本当に私結構本当にこだわりが強くてお化粧の。唇の色もないんですけどないし肌も黒いし肌は全然なんか色を白くしたくて結構なんだろう肌はね結構あれとかなくて綺麗なんですけど。 なんだろうね、なんなんだろうね、何が変わるんだろうね。でも変わるくないなの。結構 <laughs> 今日の髪型かわいいやん。おありがとうございます。男女はあれかな？反映されてますか？涙袋キラキラにする。あします。チェイク塗ってる、塗ってないです今日は。肌綺麗なのは押せる。ええー、やん、ええー、やん、嬉しいな。お斉藤さん可愛い,い子して可愛い。F やん。ありがとうございます。 次の握手会は本当に肌質、肌質中心に見ようかな。よしやめてよ恥ずかしいわ。<laughs> ナイアンピアスだけ開いてますピアス。開いてます。で明日は化粧配信をしたいけどいやわかんないするかわからんがえでもね明日は化粧配信をするのであればお昼頃十 2時ぐらうそ12時は起きれない14時ぐらいになるかもしれんから14時は多分明日平日だからさだからどうしようって感じまあ <laughs> まあでもいつかしますいつかいつかやりますへそは開いてないですね耳だけですね一回ここ もう開いてました今は開いてるかなわかんないけど絶賛え昼無でだよねほらほらみんな仕事中じゃんほらダメだめだ明日はじゃんやりません唯一の女の子も昼は無理と言ってますのでじゃ明日はじゃ化粧配信やめて夜にしようごめんなさい夜夜にします夜にしますごめんなさい本当にいやすいません <laughs> じゃ明日じゃいつか土日に 土日祝日にいつかお化粧配信をしますちょっと待って今何時だ明日は夜22時ぐらいちょっと待って待って27分やべえ壇上読めましょう壇上読めましょう今日はねノートがあるので1位2位3位の方は「こうトン」「こうトン」「ボールペンがないわ」<laughs>「ノートあるのにボールペンがないわ」 ええー、待、ま、って。ええー、そう、つらい、つらい、つらい。えノートせっかく用意したのに、ペンがない。嘘、ペンを探したら、時間が過ぎる。ああ、もうだめだ。申し訳ない、一二歳の方。ええー。ええー。ええー、ないの、本当に。なさそう、ちょっとまああ、ちょっと待って、いや、あるかもしれない、ちょっと待って。 ナイアンが高校時代使ってたあるある友達にもらったお土産のボールペンがありましたこれは私が大好きな最終兵器俺たちさんのきおさんの筆箱ですねよし書ける一位2位3位の方書きますゴミ屋敷かないやそうでもないですごめんなさい本当。ああ二十八分ごめん急ぐ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  すぐに筆箱が出てくるから、ゴミ屋敷ではないね。じゃ、13位、えー、みなみちゃん、いつもありがとうございます。えー、いつものカータですね。いつものヒート。ダレンさん、ありがとうございます。12位、ダレンさん。お、外人の人ですね。嬉しい。俊介よこさんも、いつものヒートですね。俊介さん、ありがとうございます。10位、斎藤さん、お、斎藤さん、いつものカータ。 ありがとうございます。斉藤さんも覚えましたよ。9位、慶四郎さん。をっ慶四郎さん初じゃないですか。初めてのヒートですね。慶四郎さん、これからよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、8位、マシャさん。をいつものカーターですね。マシャさん覚えてます。ありがとうございます。7位、コヘタン。をコヘタンや。コヘタン、名前変わったね。あれ、ショールームの。落ちてんさんが6位。を。 おさんさいつもありがとうございます AG さんおありがとうございますシナモンくんあシナモンくんじゃないシナモンくんは D くんだよ次のやつだ AG さんも覚えてますいつものカータ G さんがシナモンくんのいつものカータですねあサインから書きましょうちょっと時間がないから急ぐんあやかちゃん ありがとう。見えねえさん。ありがとうございますーい。ありがとうございます。2位がまさにゃんさん。まさにゃんさん。二位。ありがとう。おい。まさにゃんさん。二位ありがとうございます。 いつもありがとうございますマタニアさんいつものカートですね一位が二号さん一二号一位アリバと二号さんはいたったれありがとうございますじゃあ今日二号さんありがとうございますえー、っとね。えー もう多分時間が過ぎてると思うのでえー今,今回は終わりにしたいと思います明日はお化粧配信なしのえーなんだっけ22時ぐらい次は壇上に上がれる気しかしない絶対 <laughs> さゆかちゃんは壇上上がらなくても読むよ <laughs> ノートに書くってそういうことなのかそういうことですああれかそういうことまあそういうこと <laughs> じゃあありがとうございましたじゃあ明日もよろしくお願いします 明日、あ、待って明日夜できる分からんごめんあ分からんちょっと待ってお仕事があったうんまた s k メールに送ります時間じゃあねバイバーイバイバーイおやすみーほっちょっと待ってきれいに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 あじゃあおやすみバイバーイ